街歩き沖縄です。明日からアップする動画の設定をしていたら4本連続良い動画が揃っていたので、そのご報告をしたいと思います。毎週末土曜日の夜の動画で次の週の動画の予告を流していたんですが、今週の土曜日の動画は予告をする時間が取れませんでした。10月28日金曜日、カデナマリーナシーサイドレストランでボラを見ながらランチする動画となっています。レストランの真下が海で、そこに魚が集まってくるんです。10月29日土曜日、北谷町の浜川漁港で定期的に開催されるキッチンカーのお祭りの動画です。ただし余計な話に夢中になってしまい、会場の取材がおろそかになっています。10月31日月曜日、本部町にあるリゾートホテルに泊まった時の様子と、翌日近くにあるフィージャーを見学した時の動画。11月2日水曜日、今週の目玉です。坂の途中のパン屋さんハピネスに行ってきました。年内で営業が終わるパン屋さんです。本当に終わってしまうのか、店主さんとたくさんお話をした動画となっています。11月5日金曜日、沖縄県最北のスターバックスと居酒屋開放丸で食事する風景、ホテルの敷地内にある商業施設でのお食事動画となります。明日から結構期待できる動画が連発します。どうぞお楽しみください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。